もう絶対塗られないところは絶対に塗っておかないと。絶対に多いな。絶対に塗っておかないと。これ。あ、来てるよ。よーし。よーし。さあ、慎太郎、あるか。ゆうちゃん、潜りながらね。潜ってこれ、痛めながら、ね。コニーション。コニーんだけど。コニーなんだこれ。塗って塗って塗って、リュウセ。見ながら塗って。リュウセ、なんか今日、あれ、お母さん同伴なの。ごきげんよう。ごきげんよう。おはよう。おはよう。始まりました。ジェンズゲーミングルームですね。今回はこのメンバーでお送りします。おはようございます。おはようございます。さあ、本日行うゲームはですね、スプラトゥーン3です。はい。3できるんですか？新作。そうなんですよ。いや、嬉しい。先日ですね、あのスプラトゥーン3 の, あのヒーローモードを体験させていただきましたけども、どうでしたか皆さん。特にリュウセンが初めてでしょ。いや、めちゃくちゃ楽しかった。いや、もうあの日やって買うことを決めたもん。あら、決めた。いや、もう絶対やろうっていう。いいね。この間やらせてもらって、はい、でも新要素がもともと今回入ってるってことで、そうそうそう、ね、武器とか、うん、いろんなのがあるのを楽しみにしてたんで、今回縄張りバトルやるって聞いてすごい楽しみですね、うん、だってそうだよね、縄張りモード早くやりたいって言ってたもんね。いや、そうなんですよ、ね、やっぱそれこそって感じあるんで。実はですね、この収録の後ジャニーズジュニアの美少年、あ、美少年、美少年のみんながですね、このゲーミングルームにやってくるみたいな。あららら、やってくるんですって。殴り込みっすか。そう、だからそこであのジャニーズゲーミングルームを代表して4人に美少年と対決をしていただきます。なるほど、なるほどね。当てられないな。美少年もやってんのかな、みんな。美少年も練習をしてるんだって。へえ。だからこのレベルは一緒なのかもしれないから、向こうもね、どんだけ経験者なのか分かんないけど。確かに美少年に勝ったよね。未成年でね、俺ら。未成年。あ、僕ら未成年なんだ。あら、未成年。俺ら成年だからね。大人です。言わねえのよ。だから負けらんないね。はい。じゃあちょっと早速、まあ僕らも、まあ、美少年に負けないようにというかね、縄張りバトル一回慣れて練習をちょっと対決に備えましょうということで、ね、じゃあ早速じゃあプレイしていきましょう。じゃあちょっとそれぞれいろんな武器で試してもらってさ。すげーな。ちょっとワイパー使ってみようか。どれがあの基本的に初心者は使いやすい。若葉は初心者、最初の若葉シューター、うん、なんかだってあの種類によるけどな。やり込んでる人ほど若葉シューター最強って言ってる人も結構いる。そう。うわ、 M ザップ懐かしい。うわ、ザップ、あ、うん、使ってた俺も。やっぱさ、ザップ強いよね。いや、俺使ってた。ザップ強いんだよね。俺も使ってたな、それ、ね、俺傘最強やと思うねんな。あの傘さ、めっちゃさ、相手が使っててさ、超強いって思って自分使うけどめっちゃ弱くない？わかる、わかる。見てるとね、なんか扱いやすそうっていうか簡単そうに見えるのにね。そうそうそう、なのに自分が使うと全然扱えない。ゆうせいがずっとちゃんと練習しますよ。ちゃんと練習してる。ゆうせいがひたすら壁を塗ってですね、やっぱ一回必殺技をね。けなげだね。あ、ダイナモロールあった。ワイパーすげえな。ワイパーも新要素だよね。うん。どう、ワイパー。ワイパーいいっすね。使ってみて。剣みたいな感じですね。うわ、すごいね、なんか。あ、いいっすね。今慎太郎が試してるのは何ですか。これはクワッドホッパーブラックっていう、何それ、二丁拳銃ですね。名前、すげえ名前かっこいい。あ、頭もかわいい。あ、これかわいい。お、流星が食いついた。これかわいい。でもこれってね、見た目で撮るかギアで撮るかなんですよね。そうそう、やっぱギア大事じゃん。ギアの説明もしてあげて。教えて流星に。今頭とかさ、服とかあるじゃない、はいはい、で、そこの一個のアイテムの下に、ほら、あのハテナがあるじゃない。あれ、はいはい、はい、ここにあのその能力がつく、このどんどんスキルがついて、あ、はいはいはい、あの経験値を貯めると、で、そうすると、はい、イカの状態でのスピードが速くなるとか、あ、なる、歩いてるスピードが速くなるとか、あのいろんな能力がつく。ちなみにやけど、俺は見た目で選んでます。うん、ちょっとやってみて覚えていくか。とりあえずこれでいいや。じゃあやりましょうかね、はい、対決していきましょう、はい、まあいろいろとね、見てね、試したい気持ちはあると思いますけども、注目どうする。一番この中でやり込んでる人は誰なの。慎太郎じゃない。慎太郎強いの。いや、俺どうなんだろうね。俺でもガチマッチをずっとやってた人だから。だからもうガチの人だ。強いやつやん。じゃあ俺、じゃあ俺ずっと慎太郎とか言う。おい。模擬戦。これはもう普通に、あい、すげえな。あれか、いいね。縄張りを広げる。塗るんだよ、塗りながら倒すんだよ。塗ってくやつ塗りながら、でも攻撃もしないといけない。そうそうそう。誰しかおらん。ね、
相手に食らわさなあかんし。あ、もうすごいな、俺。え、何これ？かっこいいじゃん、これ。選べんねん、選べんねん。やば！ YouTube 見てよ、俺これ。めっちゃテンション上がる。さっくん、まず自分の陣地を塗っていくぞ。もちろんだ。あ、いいよ、流星、しっかり塗ってってるよ。そう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 。まずはね、弓の射程範囲とかをちゃんと見たいんだよね。なるほどね。シャイロ。やばい、インクなくなるな。おい、慎太郎すげえな、おい。慎太郎すげえな。何がすごいんだ。慎太郎すごいぞ、なんか。何がすごい。すげえな、それ、おい。これ何すかね、おい。カニ。カニになってましたね。なんかね。カニ？甲殻類だったね。甲殻類になって。ちょっと、おい。ジャイロはさすがに。おい、来てるよ。できないかもな。来てる、来てるよ。すごい。さあ、倒したのが、向井。向井。それすげえな、向井。これいってみよう。なんか全体的に派手になってるね。いや、確かに。ゆうせ、潜りながらね。潜って、インク溜めながらね。ね、カニじゃん。カニいんだけど。カニ？甲殻類、来た。うわ、強っ。え、なに今の。強いね、慎太郎。それいや、やっぱ必殺技がいいっすね。うん、さあさあさあ。あっしゃ。必殺技だ。縄張りバトルだからな、これ。あと1分。そう、縄張りバトルはね、結局塗るゲームだからね。来てるよ、来てる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 。むず。向井だ。俺コージに3回ぐらいやられてるんだよ。好きやからさ。え？居場所分かっちゃうのよ。塗ってけ、塗ってけ。ちょっと待って、今お前ドサクサに紛れて告白してたら。だから全然濡れてない。なるべく黄色に、黄色にしてく。オッケーオッケー、よく避けた今。あー、ちょっとやばいかも。あー、だめだ。いやフィニッシュ。あ、黄色塗られてんの結構。さあ、どうだろう。あー、全然だ。全然よ。これ分かっただ。どうや。よいしょー。そんなことない。さあ、佐久間向井の勝ち。いやー。負けたぜ。超楽しいな。ちょっとまあ時間あるので、はい、その美少年が来るまで。うん、そこまでになんとかこう仕上げてもらわないと。そうですね。有岡くん、なんか俺に対するアドバイスあります？あるで。あのね、流星は、基本こう歩きながら打ってるから、うん、やっぱ潜ってこういろんなところをこううろ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 、うんうん、ああもっと動いた方が動いて基本潜ってた方がいいんや。そう、基本人型にならん方がいいのよ。そうそう、移動というよりも縫ってから移動、縫って移動っていうのが基本。縫って潜って、ああが基本。そうそう、だから前をだからカーペット引いて歩くイメージ。お、何色、何色の？しましまにな。しましまかい。一色じゃねえじゃねえかい。なんだなんだ。あとやっぱこの3からさ、追加された新しいアクション。はいはい。イカ登りとか。イカ登り。イカ登り。あとなんか、イカ登りながらなんか避けるみたいな。そう、避けるやつ。イカロール。イカロール。これがイカロール。こう。前に行ってて、後ろに。おー、すげえ。あ、もうじゃあスティック操作だけなんだ。めっちゃ逃げれる。そう、ビーっすね。興奮して声でかくなった、さっき。よし、さあここも新ステージということで。お願いします。登場かっこいいな。かっこいいね。かっこいい。かっこいいな。うお、いいね。これここだったら、ヒュー。さあ、よっしゃ、よろしく。よいしょ。お、リュウセいいよ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。お、リュウセの上が変わったよ。とりあえずもうまっすぐ行ってみようかな。早いね、飲み込みが、リュウセは。いやいいですよ。あ、慎太郎武器変えたのね。変えました。ロールでしょう。ふぅ、うん、よいしょ。ふぅ、誰だ。あ、強え。あ、スプラローラーいいね。スプラローラー使ってるよ。やっぱさ、意外と早いんだよね、スプラローラーという動きが。やっぱ新しい武器は楽しいな。当てろ、当てろ。あ、やられた。惜しい、ナイス。佐久間倒した。やられた。流星が佐久間を倒した。もうこっから本当に流星、もうピンクのところをひたすらに塗り替えてる。オッケー。そうそうそう、ここもね、上の方も育成って楽しいな。やべ、流星が有岡くんが育成ゲームしてる。おれ要素が面白い。やべ、もう塗ってた方がいい。やばいな。ひたすら潰して。いや、塗られてるなこっちの陣地。何の話ですか。来てる、来てるよ。あ、こんまくるな。結構塗られてるな。当てろ。何の話。塗りながら。やばい、塗って切れた。
結構塗られてるぜ。やばいやばいやばい。いけいけ。さあ5、4、3、2、1。フィニッシュ。分からん。どうだろう。どうだ。分かんないじゃん。水に行ったら俺はワッピで多分塗られてた。さあ結果どうだ。おお、いい勝負じゃない。ガンガンやられとるわ。どうだ。おお、でも意外とギリなんだねこれ。俺見ました。あ、でもちょっと分かってきたぞ。いや、流星どう？分かってきた？まだ倒せたんで、一回ね、佐久間を倒せました、うん、でちょっと成長はしてきてる気がしますね、うん、やっぱおもろいな。おもろい。いや、おもろいわ。面白い。こっちが投げたところに行ってる。なんていうんですかね。ローラーめっちゃ使いやすいっすよ。ローラーはね、本当に初めての人は意外と使いやすい。そうだね。あれ、ローラーでもダイナモローラーってやつあるんだけどさ、うん、次のページに。それだと大きくて威力もでかいから一発で相手を倒せたりする。あ、じゃあちょっと試してみたら。でも動きはその分遅くなる。そう、ダイナモローラー。だから何が合うか試してみた方がいいかも。ダイナモローラー。さあ次のページかも。気持ちよさはピカイチ。いや、わかる。あ、そう、あ、すごいっすよあれで決めれた時最高。癖になっちゃうね、それね。あれはでかっ。あ、確かにちょっとスピードはね。あ、範囲がでかいんだ。バケツはでも塗りはいいね。あ、塗りの範囲が広 い、 い、ね、これは。そう、範囲めっちゃ広いんですけど。書いてみる。書いてみようか。書いてみようか。ここまでお別れグッパー。お別れグッパー。グーと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 パー。そう。で、関西は。グーとパーで分かれましょうみたいな。それは関東。え、グッパーじゃすいないの？それ昔ありますね。聞いたことある。昔なの。昔の人のやつ。え、ローから関係ないのこれは。これ昔あります。昔なんだよ。グーグー。はいはい。パーパー。よっしゃ。うぇい。よいしょ。関西と関東で分かれたね。あ、ほんまや。オッケー、これでお願いします。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 大事よ。お願いします。バトルの前の挨拶は大事です。なんで。なんだこのステージ、かっけえ。かっけえ。え、かっこいい。すげえ、レジスタンス感あるな。よし、よろしく。よろしく。さあ、塗ってこう。よろしく。はい、よろしく、慎太郎。そうそう。ゲージも溜めながら。いいぞ、いいぞ。気をつけて。あれだ、その下、そうそう。何これ。あれ、ないっけ。その必殺技は、そうだけど、相手を倒す必殺技なんじゃない？なんかすり抜けるっけ、壁。さあ、早いね。青チームだけ塗りが早いよ、なんか。あ、いたいたいた。これ。あ、行ってるよ。よーし、よーし、ナイスルー。あ、そう、慎太郎、あ、そうか。俺、カジーズの。よーし、パブロです。いいんだな、パブロ。うまくね。流星、頑張れ。いや、もう、流星はもう塗ってない時間がないぐらい、こまめに。うわー、一発だ。マジウルトラショット。いたな、なんか一発だ。やばい、これ自分の絶対塗られないところを塗ってなかった。正しい。この絶対塗られないところを絶対に塗っておかないと。絶対に多いな。絶対に塗っておかないと。なんだこれ。塗って塗って塗って、流星。見ながら塗って。流星、なんか今日、あれお母さん同伴なの。なんだこれ。流星、ほら、いいよ、いいよ、ヌンナさん、あんた今日お母さんも来てるから。さっきの何やった。来てる、強い。あ、いけちゃう。あ、いたいたいた。あ、装置何個投げれんの。あ、すげえ、そういうことか。あ、面白い。何個か投げれんだ。あ、向こう陣地に行けてね。あ、これはいい、いい、いい情報を得たわ、今タグマが気づいた。何かに。ああ、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 さあ、結果見てみましょう。イエーイ。やばい、やばい、やばい。ボロ負けや。これだ。よーし。よし。ボロ負けや。ああ。塗り力高っ。すごいね。慎太郎。俺、めちゃめちゃ塗ってんな。高限度えぐい。アムロで。え、やば。アルオカ君もできるらしいですよ。え、いいんすか。じゃあ、ここでじゃんけんします。じゃんけんしよう。うん、で、勝ったやつがお休み。最初グーじゃんけんぽい。あ、いこうでしょ。俺じゃんけんしなくていいのか。そうや。先輩、天然じゃんけん今。僕はいいんですね。今じゃんけんやりたかった人みたいな。ごめんなさい。かわいい。最初グーじゃんけんぽい。
アイコでしょ。アイコでしょ。まあ、あ、じゃあ俺いいよ。ルイさんやんじゃん。いい。いやちゃんとじゃんけんしよう。いいね、ジャンケンしようや。優しいチャンネルです。おもろいな。最初はグー、ジャンケンポン、アイコでしょ。で、俺がヤスミ。あ、で、じゃリュウセイ君がヤスミ。リュウセイ君がやって。よっしゃ、なめろう金属。よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 おうわ、いいな。有岡武家オレンジじゃん。やだ。お、流星メンバーカラーだよ。メンバーカラー、流星カラーだ。お、青だ。青、流星カラーや。いくぜ。これは勝つしかない。いや、勝つしかない。有岡くんのムーブもやってる人のムーブっすね。そうですか。めちゃめちゃ速い。対峙しました、有岡くんと流星くん。やってるやってる。うわそこか。あら、いらっしゃいますね。いけ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 。よっしゃはい。なんか弟子にやられた気分。やばいやばい、後ろ。ああ。でもね、近接武器が近くにいると怖くてしょうがないよ。はいはいはい。お、やりました。おお。やられた流星に。どうしたらそうと思ったの。君の名はみたいに。入れ替わってる。ああ、相打ちだ。相打ちだ。倒そうと思ったの。いや面白いな。やべ、インクラ勝ち。いやってか、めっちゃ乗られてる。やべ。あかんな。倒さないとだ。やばいやばいやばい。何か配置してます。うん、やばい。あー、できてるよ。ハメ打ち。何冷めて切り手がワイプアウト。あぶね。ピンチだよこれ。あれ、なんで戻んのこれ。あ、いいなんか。なんで戻んの。2回やってないからかな。あかんない。やばいやばい。どうだどうだ。いや、負けたな。マップ見てないぞ。2回やってないから。うわっ、あ、やばい、わかんない、わかんない。きついな、これ。おわーい。させ塗りポイントナンバーワン。流星がどんどん成長してやがる。オウム塗りナンバーワン。yeah. どうすか、有岡くん。楽しい。楽しいですか。めっちゃ楽しいな。見てもおもろいし、やってもおもろいよ。ちょっと、慎太郎、なんかさらにアドバイスみたいなある？あー、筆好き？筆結構好きかも。強かった。筆好き？筆好き？筆好きね。修士部かなんかの勧誘。修士部の勧誘だったよ。いや、俺も筆好きなんですよ。筆向きが。めっちゃ筆いいよ、はい。で、俺はこの北斎よりパブロの方が好きなんですよ。うん、それはな、うん、なんだかっていうと、こう動きが早いから、うん、こう機敏に動けるっていうのがあって、うん、一回はそっちもやっぱ試していただきてほしい。パブロ試してみたら？パブロ試してみよう。うん、あ、これだ。それだ。俺のおすすめグッズ。ああ、もっと早ければ。おはよう。そう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 。はい。やば。だいぶ違うね。マジで出会った時超怖い。このスピード。そうね。いや、あるよな。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。楽しいな。何色？楽しい。皆さんもコメント動画の方にお願いします。オレンジだ。さあ、オレンジだ。あ、インクカラーだ。いや、俺の好きな色。水色だ。塗るぞ、塗るぞ。塗るぞ。どの色もいいよね。塗られてからも塗るここらへんは。塗るぞ。これ必殺なんないの？あれ、必殺出す前にやられてもうた。あれが君に。あ、スプラッシュボールだ。これなんなんだろうな。怖いな、これ。やばいやばいやばい、後ろ。やばいやばいやばい、後ろ。うわあ、もう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 、びっくりした。やばった。おぶねえ、今の武器怖え。めっちゃ両角にやられてる。いや、怖かった。やばい、いい武器だ。あ、こっちやられるな。あ、来てる来てる。ぬな、ここにぬな。あれ、有岡君に3回ぐらいやられてる。俺あっちにいる、自分たちの陣地にいるな。ねえ、でも行き方が、あ、行き方ルートが見えん。いるな。やばい、囲まれてる。いや、いるぞ、違う違う。やばい、やばい、よし。なに、今やられてる。有岡君にやられまくってるわ。
やばい。向井合わねえな。確かに北斎の方がやりやすそうだね。確かに。塗られてんな。回復回復。いるな。いいね。ゆうせくんいいよ。うまっ。あれどこだ。足だ。よし。よし。さあ、あと。あー、オッケー。せー、あざまーす。よし、これはいけたろ。いったろ。2人いたやん。やーだよ。あー、でもやばい。自分の陣地あんま入れてない。オーブイ。よし。ナイス。レッツ。くそ。くそ。悔しい。悔しい。おい、表彰はもう嬉しいよ。ね、嬉しいね。褒められてる感じするね。そうそうそう。悔しい。あれ。すごいな。待って、俺一回もやられてなくない？1回もやられてなくて6キル。すげえ。しゃ6キルのうち、いいとこ出せた。5キルぐらい俺。確かに。さあ、というわけで今日はですね、こうスプラトゥーン3企画としてね、はい、縄張りバトルプレイしてみましたけども、どうでしたか？新しい武器とか、うん、新要素とかを楽しみながらできるってのが、うん、最高に楽しかったですね。流星もね、みるみると上手くなってる。だから割と初めての人でもこうやってる人に割と馴染めるなっていう、うんうん、確かに。操作方法シンプルだしね。あの上手い人倒せた時ちょっと嬉しくない？いや嬉しいね。わかる。嬉しいよ、ね、ほんまにシャーって心の中で言う、うん、言っちゃうね、あれは。この後ですよ、あの美少年が来て対決しますということですけども、代表としてさ、ジャニーズゲーミングルーム代表としてね、やばい、負けるわけにはいかないですよ。だってゲーミングルームのチャンネルのメンバーが負けたらダメでしょ。そうだよ、一応ゲーム好きですとかさ言ってね、こう集ってるわけですからさ、自信のほどは勝てそうですか？勝てんじゃないですか？勝てないですか？勝てると思いますよ。いや、勝てると思いますよ。いや、いらないよ、だったら。いや、いらんやろ。向井どう？美少年グミは？勝てると思いますよ。なんでみんな家挟むの？すごい、みんなで来てくれてますよ。慎太郎がやるだ。慎太郎がおったんだ。慎太郎がアート。藤井君に俺たちの慎太郎が、なんか1キルしかしてない。お前今日めっちゃいじってくるな。さあ、というわけでちょっと頑張りましょうね、この後ね。はい、というわけでこの動画がいいと思った方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回お楽しみに。バイ。何ですかね、カスカさん。あ、カスカさん、カスカさん、ありがとうございます。写真撮ります。